あれ、ごときょうで違う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 。いや、なんかそのやっぱ連邦のさ方が強いねって言ってたよ、みんな。ああ、でもなんかランキング、うん、あ、どうぞ。ジオンはなんか変なクシャトリアだっけ、なんか。ああ、なんかあったね。うん、だから、うん、結局連邦だねって言ってたね。はい。え、なんかうっせえコメントやな。うっせえ、なんかしかも他人が。なんかやってたプレイ動画をなんかちょっと引用してうっせーコメント並べやってよちゃうやん、そんなんちゃうやん。その何好きな機体に乗ればいいやん、そんな強いとかさ弱いとかじゃなくて俺は全ユーザーに問うわそんなんだから俺らお散歩プレイとか言われんねん帰れみたいな邪魔すんな、邪魔すんなとか言われて邪魔すんなやつそうめちゃめちゃ言われるが本気すぎんねんって、みんなそうだね、本気すぎ。いやでも本気すぎるとかって言ったらさ、本気出さへんのお前じゃもう帰れって言われる。そう、まあそうなん、そうなん、なそうなん、どうする、どうしたら。え、ごめん、今の作り話。あ、そうごめん。いやけど、あるって、そういうの。あるよね。うん。やっぱ、その、めちゃめちゃさ、うん、上の召喚のとこにさ、例えばよ、うん、招待組んでさ、うん、そこに遺憾とか盛んのやつが入ったとしようや。うん。で、結果、20ポイントとかにしようや。20分戦って。うん、めっちゃ叩かれるやん、そんな。そやね、うん、階級制度なくしたらいいんじゃんあのランダムにしてほしいよね。うガチガチの、そうそうそう、ガチガチのランダムにして、ガチガチのランダムの、しかも人の戦績見れへんやつ見れへんくして、んじゃさ、そう緩和するっていうかさ、何ターゲット標的がさ分散するわけやん、やっぱ。そうね、雑魚が分散するわけ。雑魚分散するね、うん、そうしよう今後。ほんまに決定。いや、お前、じゃああれか、お前札幌に言うんか、佐藤ピン言うどうすんの、嘆願書書く？嘆願書。あ、もう直接言う。直接言う？お前したむやん、うん、それ。アポなしで行く。ウーム入るわ。俺それアポなしちゃうやん。ウーム入るわ、俺も。六本木ヒルズ行ったらいいんか。六本木ヒルズ行って、門前払いされて、もう二度とヒカキンに会うなって言われる。さ、あれもさ、あれもさ、結局さ、代理人をさ、やっぱあの子バカやからさ、やっぱりそうね。だから旧代理人が結局良かったんじゃないの、あれ、あのまま言っとけば。超しっかりしてたよね、うん、ちゃんとさ準備してくれてさ、結局家とかもまあなんかバレたみたいやけどさ、ね、借りてさあれしたけど、結局ちゃんとしてたよ。みんなわーわー言ってたけどね、代理人いらねえよみたいな。ね、結局そう、新代理人やばいやんだって、あれ。そうね、うん、あれなんか日大やったっけ。そうそう、サークルのなんかっちゅう人、なんかね、そういう人だよね、うん、あれはやばい、ほんとにあれはやばいね。だってシャムなんてさ、あれ一人でなんか携帯電話の契約もできひんやろ、あんな
で口座振り込みの仕方って知ってる？絶対知らん絶対知らんよな絶対知らん、うん、そもそも ATM って概念わからんかもしれない絶対知らん絶対知らんやばいよな。うわあーっ動けやおエンジョイせえ邪魔やぞ終わったーお前エンジョイせえよしよっしゃおでんくださいよしいやおでんくださいっすよよしいいな黒棒持ってんねや黒本もいいな。なんかお散歩やっぱあれやね。お散歩勢結構優しいよね。ガホンちょっと平等にガシャくれるから。うん、そこら辺はね、そこら辺は本当いいよね。そう、うん、あでも最近ね、うん、まあ昔溜め込んでたデラガシャとか結構使い込んじゃって。うんうんなんかあんま新しい機体をなんか棒を引けなくなっちゃった。え、今何枚ぐらいあんの？でも今だって100枚も切ったで。いや十分よ、俺6枚やで今えどないすんえ、そんなそれは課金すればいいんちゃうかな。課金するしかないよね、もう課金、でもあれでしょ、うん、あの、知っていくらかあるでしょ、うんね、満単位はあるでしょ、うん、何がえ、ちょっと待って、え、なんなの、え、なんで、逆切れ逆切れあれ、切れたいな、俺なんですけど何がえ、ガオに課金するとかやばいっしょ、そんなやつえ、なんでなんでそんなえ、ごときやそれってなんか語はついて気を悪い人ですか。いや課金はいいと思う。やっぱ課金してる人に支えられてるっていうか、その課金してる人がいないとそのゲームっていうのは成り立たないからね。せなんでそこでなんか大人の理由振りかもっともらしい、もっともらしい言い方するとそうや。うん、まあそうね、確かに何かお散歩勢の人たちもね、それで支えられてる面ってあるもんね。そうちょ、どこ行ってるん自分、どこにおるん相手。だからいや中央で切ってた。はっ、さすがお散歩勢。いや俺超頑張ったからな、マジで。あ、本当に来てるよ、ザーン。いや俺のザンバットが火を吹く。なんなんそれ、どうせ銀図っしょ。違う、ザーン。よし、ザーン。よしいいね、俺見たことか。いいやん、やるやん、俺見たことか。やんじゃん、ザーンっつって。いや誰もいないから、そこ誰もいないから。あ、ちょっと奥いる。ちょっと今カメラ障害。カメラ障害。ザーン。俺のザンバットが。行くよ。ザーン。よし。ザーン。死んでくる。あっしゃ。ああ。ザーン。あ、やばい。あ、ちょっと下がる。行った。行った。俺帰るわ。はぁ、あ、ひどくない？帰るわ。はぁ、あ、いやでもあれやね、うん、ザンバットゲン、うん、ザンバットゲン春名式ザンバットゲン。いや俺もクロスボーン欲しいねんけどさ。そ、うん、クロスボーン欲しい。それだからあれ、ごときをみたいに課金すりゃいいん。おすね。なんで押すやん。正直俺、うん、ガンオン界で頑張ってるのって、またゴトキオって結構頑張ってる方やと思ってんねん俺。いや頑張ってる、めちゃめちゃ頑張ってる。頑張ってる、うん、ほら頑張ってるね。
いや今、ね、だから今ちょじゃあ今一番頑張ってるガンオンズで、うん、で誰ガンガンうんがそう後藤京後藤京うん後藤さんとかね、あちょ下がるわこれ無理やえ何何あめっちゃいやめっちゃめっちゃあのじゃカウンターカウンターなるほどなるほど百式の、うん、あ、なになになにごときよごときよごときよとなになになにいやそれこそ、まあ、後藤清とかさ、うん、まあ、うんうん、オンドレアスとかやっぱこのあ、うん、この2枚、うん、2枚がやっぱり眼を支えてるというかそうだねあの、うん、まあ、実況回としてねそううん、実況、うん、あのおうんうんちょっと今それどころじゃないそれどころじゃないなんだ下がるうんあ、うん、それはわかるよこれもうんわ、うん、かるせやねせやね、はい、けど、うん、実際見てる見るえいや見えへんけど少なくともちょっと言わせてもらうけどうん言わせてもらうけど、うん、お前は入ってないで、そんなに。で、多分あ、入れてほしいかなっていうのを若干察した。お前はそこには入ってないって。分かってる、それぐらい。俺もそこまでうぬぼれてない。分かってる、俺が入ってないことは。俺が入ってたのは、俺が入ってたのは6年前や。6年前やな。うん。さあまだ誰も手をつけてない未開の土地に侵入したこう侵略者ねそうそ う, そ う, そう俺が入ってたのはもう6年前の話やそうや弱肉強食よなお前はただのあれよ猫ウサギネズミそうそう食われたんや俺は何食われた食われる側に入ったんや俺はもう食われる側に入った、うん、それでな、うん編み出した術が、うん、あれよあの体を張ってこう唐揚げをこすりつけるっていうけどそれはほんとガンダムオンライン界で俺ぐらいやからなごめんお前ガンダムオンラインでお前だけやけど俺だけやと思う全て一般で見たらいくらでもあるやんいくらでもおるそんなあのほんとにそれはいくらでもおるそうやろただそのガンダムオンラインっていう世界で、うん、唯一無二、うん、無二、無二やな、無二マンやな、無二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 マンやな。ちょっと何言ってるか分からんけど、じゃ分かるやろ。お前ほんにわかかっと純一勢やな。あそうやな。まあまあそれはあるわ、確かに。まあその点で評価してほしいよね。うん。え、でも、まあまあ、そうやな、ちょっと純粋に俺も、うん、だからまあ、今年は、その、ガンダムさんとして、ちょっと売り出していこうかなっては思ってるよ。俺なんか知り合いとして恥ずかしいね。いやいや、誇り持ってや。なんか、友達として恥ずかしいねんけど。誇り持ってくれ、それは。支えろや。会社の、うん、パイセンに面白い YouTuber いるって聞かれた時に、うん、あのお前押そうと思ったけども押せんかったもんガンダムやしガンダムやしガンダムやってるしほんまにガンダムオンラインやってるやつバチ頭かしてやるっつってリアル定格するやろっつってお前やばいやつやなっつってめちゃめちゃ言われたじゃんああさせんっつって惜しい。ああ、お散歩してるんちゃうぞ。ちょめっ、来いって来た。来てる？いや来とるわ。いや最近、うん、やっぱ俺にもガンオンの神っていうやつが前降りてるわ。うん、えと言いますと？と言いますと？とああああ。えと言いますと？と言いますと。と。と言いますと、うん、まあ、あ、ちょ、ごめん、出られへんようになった
考えろや。え、知らん。なんそんなんやから、そんなんやからさ、お散歩ぜって言われんねん。エンジョイぜ。そんなん知らんもん。そんなん声、そんなん知らんもん。そんなん。そんなんやから、サムネでなんか、あの、人使って怒られたりすんの。そんなんやから。そんなんやからあれでしょ、実況でもただセリフ読んでるだけって音読ぜって呼ばれるんでしょ。音読ぜ、イケボのゴリ押しぜって言われんねん。イケボのゴリ押しぜ音読ぜとかそんなん知らんがな。でもあれやで、みんなあのクヒーとかなるんかもしれんけどさ、うん、音読してるだけでも女性リスナーは寄ってくるんです。いやそれはほんと ね羨ましいよね。ね、今女性リスナーの割合8割やから、お前らなめんな、まずな。それは羨ましいだ。春名館長学べ。俺本当に 0.何%とかやからな。やばないそれ。お前子供残せんのお前それ。女子 0.何%とかだな。え、それ 0.何%って一人もいないってことやけど、子供残せへんのじゃ無理や。どうしよう。終わったなお前。どうしよう。通報しお前も子孫残せてへんわ。通報しました。お前もあかんわ。無理だわ。お前ちょっと国にお前貢献しろよ。いい加減。うん、なんか無駄打ちしてさ。あ、あれいかへん。相席居酒屋。とにかくここは終了。相席屋行く。お前マジで言ってる。もう相席。うん、それぐらいしかないんちゃうかな、もう。うん、今度企画で相席屋やる？で企画ではできひんやろ。どう考えてもできひんやろあれは。え、だから相手の顔出さんかったら生きてんじゃない。誰が寄ってくんねん。YouTuber なんですかで、どんなチャンネルなんですかつって、アブのチャンネルって言ってせっこあ、これやってるんですよつって、あー、ほら声一緒でしょつって、あ、相方なんですよこれみたいな、あ、相方じゃない、アシスタントなんですよこれつって、言って、本気を俺アブって言うんですよつって、すごいでしょつって、却下。めっちゃ面白いと思ってんねんけど。え、アブさん、でもアブさんやったらきっと許してくれると思うで。許してくれるっていうか許してくれる。はい。アブさん。いやでも。ね、相席居酒屋に来るような女って全員なんかあれじゃない、なんかいろんな病気持ってそう。けどやっぱ大体そうよな。そのなんちゅうの、そういう目的で行ってるか、うん、何今流行りのさ、うんうん、パパ活とか言うんちゃうの。パパ活とか言う。パパ活ね。でも俺らあれやで、パパ活の対象年齢。うん、いや、なんで止まった今。なんで止まった。いやいやいや、うーんとかなったから、あれみたいな。終わった。あ、もういい加減出させてよマジで。遅ない、いつまでいつまで待ってるんそれ。さっき100秒経って出たけど、うん、10秒でやられてる。からまた待ってる。顔向いてないんじゃん。え、ちょっと待って、やめて。なんかその前なんかいや、この前なんかそういうことマジで言われたから、俺眼内知ってんねんけど、俺精神病やから、統合失調症な、お医者料呼んでる。 ADHD モービッツに型、あ、それし違うわ。よっしゃー。はい、俺、はい、お、あ、今の俺が俺の獲物やったから、今の俺が整えに達したから関係ないから。昔、はい、昔やったらそれが答えやったのにな。今やったらキル入っちゃうもんな。ほんまに。よっしゃ、7キル。いいよ。おっしゃ、来た。いいよ。もうほら3位。ほら来た。もうお散歩勢とは違いますわ、これ。ごめん、いいやんとかなんかそれ、ここ、力のない言葉で言うってことはあれやな。俺にじっとしてるってことやな。
俺に嫉妬してるところだよな。はいはい、俺の勝ち。論破論破論破、はい論破。何何そのなんかゲロビあれでしょ、あのハイメガキャラーンってやつでしょ。ダブルゼータって強化されたんじゃないの。そうなん、いやわからん、適当に言ったけど、なんか使ってる人増えたなって思ってて。あ、そうだね、うん、まあ今のところこのフィールドでは見てないけどね。え、それ嘘やろ。騙されてる。え、騙した、騙されてる俺。え、止まらえ。いや、それは知らん。え、どこのサイト見た。あ、後藤清が言ってた。ごめん嘘、ごめんごめん嘘、今のは嘘、今のは嘘。恐れんなよ。今のは嘘、嘘ついた。恐れんなよ。嘘ついた今のは。嘘ついた、なんで嘘ついたの。もうごときよに謝れ。土下座しながらお前あれやぞ、まあ、体が床にこすりつける。さあ、電車。帰ろ。はい。あの、ごときよ、ごときよ勢の皆さん、あの、あれ、あの、まあ、唐揚げでも食って、あの、心を落ち着かせてください。あ、終わった。終わった、終わった。終わった、終わっちゃった。果てた、果てた。果てた。いやー、でもさ、なんやろ。今日最近どうなんやろね、やってんのかね。ごときよ。うん。なんか、実際さ、やっぱさ、その、うんうん、ガンオン勢としてさ、うんうん、見るか見てないかで言ったらさ、見てないよね、うん、清仕事も、オンドリアスも。クソもんだから見てない。だけど、まあ、それ悪い言い方したらそうかもしらんけど、いい言い方からしたら、うん、その、なんか、やっぱ、ライバル視というか、嫉妬というか、うん、そういうのはあるんちゃう、うん。え、でもだってあれ大半がだってガキンチョでしょ、周りについてん、うん、だって俺ガキンチョ過去ってさ、なんかこう書面臭いなんかチャンネルにしたないもん。そう、え、そうじゃない。俺全然いいと思うな。え、それは あのショタコンですか、ショタコンですか。いいと思うな俺は全然。え、それはあなたショタってことですか。ショタってことですよね。犯罪ですよねそれ。もう、ああ、もうダメですよそれ。あの、もうじゃあ警察に通報します。はい、通報しました。何だそれ、ハマってる。え、何が何がハマってんのそれ。通報しました、うん、通報しました、ハマってんの。マイブーム、通報、マイブーム。あ、俺拠点殴れるわ多分これ。え、なんで。失敗しろ、失敗しろ、失敗しろ。いやでも拠点殴らなくても勝てるやん。わっ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 。あ、殴れてる、ほんまに殴れてる。え、なんで、もう殴らんといて、もうやめて、もうやめて、しゃ、もうやめて、もうやめて、しゃ、俺より、やめて、しゃ。はい、これが違うよな、やっぱ意識の違うよな、やっぱり。はおー、なんで。な、同じお散歩勢にいてよね。俺と一緒に落ちるところまで落ちよう。あ、でもほら見ろ、やっとるよ。これが違いさね。ほら見ろ。ほら見ろ、お前拠点殴ったところでお前息になってんだよ。お前ポイントの差が物語ってんのよ、お前これ。やったぜ、おいこれ。うざ。よっしゃー。見てこれ、413と487、もうさ70ポイント以上差ついてんねんて。お前もうこのさ、あれ拠点殴ってもうさ埋められへんかったって、もう雑魚やんか。お前俺の足元にもう今んな、めっちゃ喋るやん。